聖母へのキリストの権限は、イタリアのルネサンス期の巨匠フィリッピーノ・リッピによる絵画で1493年頃に制作された。現在はドイツのミュンヘンにあるアルテピナコテークに収蔵されている。作品は、リッピがローマのカラファレーハの作品を仕上げ、フィレンツェに戻った後の時代に制作された。おそらく、プラートのサンフランチェスコ・アルパルコ教会に所蔵されていて、 ルネサンス美術史家、ジョルジョ・バザーリによって研究された遺体と同一作で、ある。19世紀に、バイエルンのルートィヒ一世が本作を取得し、後に、他の王室コレクションの作品と共に、アルテピナコテークに入った。絵画は、雲の中の金色の円管にいる神の下に、ひざまずいている聖母マリアを描いている。神の左右には、受胎告知の天使と聖母マリアが描かれている。 珍しい図像は、おそらく依頼人の要求に忠実なものであり、依頼人は、左側の丘にある修道院によっても特定化される。当時フィレンツェで人気だったジロラモ・サボナローラの説教に、従って、聖母マリアは年老いており、劇的な表情をしている。マリアの大きな姿は、おそらくマリアが、絵画の置かれていた元の場所で受けていた、特定の崇拝に関連している。 背景の風景は空気遠近法を使用して描かれており、父親のフィリッポリッピを含むフィリッピーの以前のイタリア人画家を通した初期、フランドル派の影響が見て取れる。岩層によって縁取られた川の景色に数人の僧侶などの小さな人物が描かれている。遠くには切り覆われた町があり、サンタマリアデルフヨーレ大聖堂に似た大きなドームが存在するため、 おそらくフィレンツェであろう。遺体には天使と六人の聖人による支えられるキリストの裾絵がある。プレデッタ。ありがとうございます。